はい。じゃあよろしくお願いします、えー。今回は中学生の英語、家庭法丸1基本編をお送りします。で、ここから動画2本使ってですね、この家庭法、えー、こいつ実は今まで高校生が勉強する内容でした。で、高校生が勉強してた家庭法全部じゃないです。全部じゃなくて、基本的な基礎の部分だけが中学3年生に降りてきました。だから最近ね、追加された新単元なんですけど、これを動画2本で勉強していきます。 で、今回はポイント含めて問題7問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、ポイント説明しながら答え書いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 すみません。<laughs> ちょここまでも <laughs> 若干詰まっちゃいましたけど、今喉をちょっと壊してしまって、あの、若干咳が出るかもですぐ耐えるんですけど、我慢するんですけど、もしかしたらね、咳込んじゃう場面もあるかもしれないんですが、あの、お許しいただいて最後までお付き合いいただければと思います。<laughs> では、まずポイントからいきましょう。で、最初話したように、高校生が勉強していた内容が降りてきました。っていうと、 多くの方が、うわ難しそうってね、思うかもしれないんですけど、あまりこう肩に力を入れずに聞いてください。というのも、そんなに難しくないです。っていうか、高校生の家庭法まで入るとややこしいです。正直言うと、ややこしい。ただ、中学生に降りてきた内容に関しては、ものすごくシンプル。だから、あまりこう力まずにというか、こうね、身構えずに聞いていただけたら嬉しいです。 で、まず家庭法どういう話かっていうと、もし、ほにゃららならばっていう文です。基本的には。だから、現実ではない。ま、あ国語でも家庭ってね、言葉使われますけど、現実じゃな,ない話。よく自分、妄想なんて言い方をしますけど、そういう話をします。で、えっと、もし、ほにゃららならばっていう文で作るときは、まず、この子。if ね。if を使うと。で、ポイント1個目はこの if です。もし、ほにゃららならっていう時の if で、ここが大事。 動詞を過去形にします。これがポイント。if を使って動詞を過去形。で、中学校で習うその仮定法って主に2つに分かれます。その1つ目がこの if を使ったもしほにゃららならばっていう文。で、もう1個が次の仮定法二の動画の、えっと、ウィッシュを使ったやつです。ほにゃららだったらいいのになーっていう話です。まあ願望ですね、それも。 いい。だから、まずその1個目をやってる。ただ、ちょっと注意してほしいのが、if って他でも使えますよね。if を使ってる分、すべてが仮定法っていうわけではないです。仮定法の1個の勉強として、この if っていうアイテムを使ってるっていう話。いいかな。で、仮定法を作るときには、動詞が過去形になりますよっていうところを注意して覚えてください。で、よくコラボする単語があります。2つです。 まず1個。これ、ほにゃららだろうにっていう言葉、すごく違和感あると思うんですけど、多くの教科書がこう書いてあるので、まずちょっと、まあ、これで書かせてもらいました。で、英語が、こいつ、ウッドです。これ、will の過去形ね。will の過去形。で、もう1個が、ほにゃららできるのにっていう。これも、can の過去形の could です。could。だから、ウッドと could。こいつをよく使います。コラボで。 まずこれ覚えておいてください。いいかな。で、このだろうにはうまく使い方後で伝えます。で、あとね、3問やっていくわけなんですが、今回ね、その家庭法丸一でやってるもしほにゃららなラっていうのはどういうね、日本語で使うかっていうと、もし、ちょっと崩した言い方しますよ。もしほにゃららだったら、ほにゃららするのになーって。 例えばさ、みんな宝くじ1億円だったらどうしますなんか買いますまあまあ、思いつく方いると思うんですけど、車を買う。まあ車、学生は買えんな。ごめん。まあじゃあ車を買うって方がいたらさ、もし1億円あったら車買うのになってあるじゃん。そういった感じです。もし1億円あったら車買うのになっていう。そういった感じが1個目ね。で、もう1個が、もしほニャララだったら、ほニャララできるのになって。 今撮影してるのがね、ちょうどオリンピック時期なんですよ。東京のオリンピックね。だからじゃあ、もしさ、えーと、なんだろう。めちゃくちゃ運動神経が良かったら、オリンピックでき、出れるのに、みたいなね。そういったらこっち。オリンピック出ることができるのに、みたいなね。そういった話を作ってます。この家庭法。でも今もさ、1億円は実際に持ってないし、そのオリンピック出れるほどの運動神経は持ってないわけよ。つまり妄想なのよ、すべてが。だからそういった意味を作るときには家庭法。 いいも,なもしほにゃららだったらほにゃららするのにほにゃららできるのにっていうのを作ってるんだと思ってください。で1個目もし私がそこに住んでたら毎日散歩するのになっていうのが5番の問題です。でこの文は必ずもしほにゃららだったらっていう文とその後ろほにゃららするのにとかほにゃららできるのにっていう文があるので主に2つの文から出来上がってます。いい で、一個ずつ出て、カンマが入ってるから、カンマの前とカンマの後を別々で処理してください。まあ慣れてくるよね。一緒にやらいいんだけど。で、手前です。もし私がそこに住んでいたら、まあゼアがあるからそこカットしちゃおうか。で、まあ愛もあるから私カットで、ね。で、もしホニャララだったらっていう文はさっき言ったようにイフを使います。で、イフは文の最初で使うので、ここにイフが入る。で、あとは住んでたらだよね。住むってリブでしょ。で、 ここで、if I live there って言いたいんだけど、動詞を過去形にする必要があるので、live に d をつけて、live do, if I live there って言うと、もし私がそこに住んでたらっていう意味になります。このね、家庭法でちょっと注意してほしいのが、これ、どこにも過去の意味入ってないよね。もし私がそこに住んでたら毎日散歩するのにっていう。いいかい 意味は、ほぼ現在です。だから、過去の意味は入ってない。ただ、動詞は過去形にします。ここだけ気をつける。いいか意味と使ってる時制がずれてるからね。そこだけ気をつけてください。じゃあ、前の部分終わったんで、後ろ。毎日散歩するのになって言ってます。まあ、イブリでイあるから毎日カットしちゃおうか。で、あと、愛、主語があるね。で、その後ろに、さっきコラボする。えっと、もしくは、くどっちかを使います。で、ここの判定は、このできる。これが目印になると思う。 ほにゃららできるのにって言ってたら、くどを使いますで。そうじゃなかったら、基本的にうどを使ってください。例えばここね、毎日散歩するのになって言ってる。できるって言葉入ってないよね。だから、うどを入れてください。すごい細かいことなんだけど、毎日散歩できるのになって書いてあったら、できるって意味が入ってるから、くどを入れるといい。テストとか解くんだったらね、細かいことなんだけどさ。 で、うどを使った後、散歩するって、take a walk です。take a walk.take a walk. で、過去形、過去形って思ってるとさ、ここをさ、take、take の過去形ね。take って置きたくなるんだけど、うど、まあ、もし、くどもそうね。こいつら、助動詞です。will と can の過去形、助動詞ね。助動詞の後ろは、動詞原型に戻すので、ここは動詞は普通に原型に戻してください。つまり、take a walk。if I live there, I would, I would take a walk every day.、To. これで、 答え、正解になります。なので、ポイントと、ま、しつこくなりますけど、ポイントとしては、まず、if を使います。もし、ほにゃらららってね。で、その時に、過去形の時制にする。で、こっちも、うずとくどが、こいつらが過去形になってくれてるから、えなってくれてるから、これで過去形になってて、その後ろ、助動詞の後ろだから、原形に戻って、普通の文を作ればいいよって。それだけです。あとは、できるっていうのが入ってれば、くるそうじゃなかったら、うどを使えば、ほぼほぼ、 えっと、教科書とか、ワークに載ってる問題は解けますので、そういうふうに対応してみてください。じゃあ次ね、もし私が医者なら、病気の人々を助けることができるのにって。じゃあまず前の赤の方ね、こっちから行きましょう。もしって入ってるから、if からスタートします。I 私が医者なら。これは、普通に行くとね、I am a doctor って行きたくなります。で、あ、オッケーオッケー。過去形だよね。ミスらないぜ。am の過去形は、was。だから、I was と言いたくなるんですが、 まあこれがねここのすごいポイントなぜかわーになりますあの家庭法で作るときは和を使わずにわーが入りますだから「I w a すごく違和感あるよねでもこれで OK なんです If I were a doctor いいわか was を使う場面は全てわーにしてください、まあ、もちろん和になるねものもあるっちゃあるんですけど、まあ、多くの教科書多くの参考書中学ね中学英語だよ中学の英語においては えでもほぼほぼこれしかもう書いてなかったので、今回これで通します。ね。いいかな。7、If I were a doctor. これで、もし私が医者ならが完成。後ろ。病気の人々を助けることができるのにと言っているので、I could だね。こっちは。could。で、助けることができる。助ければヘルプです。だからここはヘルプ。could の後ろだから動詞の原型にして、sick people。これは病気の人々ね。 I could help sick people って言えば病気の人々助けることができるのにといいかなだからさっき言ったこのもしほにゃららだったらほにゃららするのにってこっちだったらうってほにゃららできるのにって言いたかったら could こっちになりますマークはここねメチルシュはできるで判断するといいですいいかなでラストこれはちょっとねこういう形もあるよっていう紹介をしたかったんで書きましたえー、もし あなたがタイムマシーンを持っていたら、あなたは何をするのって。逆にみんな何するまあ別にこうあ、あの、コメントで書かないといいからね。普通に考えてくれればいいんだけど。で、まず手前です。もしホニャララだったらって方言いたいので、同じく if からいきます。で、ここは気をつけましょう。まあ、if のね、仮定法って i が、主語がね、愛になることが非常に多いんですが、こうやってあなたみたいな、主語がね、違うこともありますからね。if ここは you です。あなただからね。 で、タイマシンを持ってたら、ここにタイマスシーンがあります。持っているはハブ。だけど、if のところ、過去形にしなきゃいけないので、if you had、ね、ハブの過去形。if you had a time machine。これで、もしあなたがタイマシンを持ってたら、持ってたら、後ろ、あなたは何をするのって疑問形なんですよね。疑問文にならなきゃいけないと。で、何をするのって何って聞いてるから、スタートは what から始まります。 <What? S 2> でここは「would がね入ってる。であとはまあ普通に書くだけです。It「あなたに聞いてるから「you でするっていうのは動詞の「do」ですね。だから「if you had time s a y what would you do」。これであなたは何をするのっていいかな。こういう感じの会話が成り立ちますと。よろしいでしょうか。で例えばですけど今回、まあ、今回っていうか仮定法の文って基本的にもしのところが、えー、と否定文とかじゃない。 その肯定文が来ることが非常に多いです。多いんですけど、ここ、えー、と、否定文が来るパターンも普通にあります。例えばじゃあ、もし、もし私がそこに、えっ、ー、と、あ、待って、これ下入ってる。あ、大丈夫ねそこに住んでいなかったら、みたいな。住んでいなかったらっていう。 もし、私がそこに住んでいなかったらって、こういう否定文を使わなきゃいけないことも普通にある。だけど、うわ、否定文来たなんて思わなくてよくて。だって、この文を否定文に変えるだけよ。過去形でしょ過去形で使う否定文、あ、否定文ってか、使うものは何って言われたら、f, i, didn't だよね。これでいいの普通に。f, i, didn't. で、did を使っちゃったから、動詞は原形に戻す。live ね。live, there, c o m みたいな。あとはちょっと書かないけど。 こういうふうに普通に d トを使うあごめんこれを使うだけで、まあ、このもしの中が否定文になっても対応することはできますので特にねあの慌てずにやってもらえたらと思いますであとは大事なのはここね、えー、B 動詞まあさっき話したやつと同じよ B 動詞はこのわが出てきます和でまあ戸惑うと思うんですけど、まあ、これ仮定法の時はこの B 動詞和を使うんだっていうのがポイントになりますのでひとまずこの部分 最初に書いたポイントと、この部分かな。この B 同士の和。まあ否定文をポイントとてポイントだけど、この辺を押さえておけば、ほぼほぼ解けます。基礎にも関しては絶対解ける。みんなの教科書ワークだったら。で、たまにさ、ワークの最後とかにちょっと難しいのが載っとるやん。あれに関しては、あ、こういうパターンもあるんだなって、これが基本的になってて、枝として知識をつけていけば、どん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 いろんなものに対応することができるので、まあここを基礎として固めてみてください。で、最初にも言いましたが、仮定法に関してはこの if の文。 そしてもう一個動画次ね、次の動画のウィッシュの文、ここさえ押さえておけば、中学英語に関しては対応できますので、そちらの動画もね、ぜひ見てもらえたらと思います。では、今回はね、家庭法丸1基本編やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。